今日の話題は2世代進化した2列目のロングスライドについての話題でお伝えします。その前に前回の補足として2列目の広さ、2列目3列目の広さが今一つわからないということがありました。今回は膝周りに統一して2列目3列目をもう一度比較してみようということでお伝えします。まず2列目の広さを比較していこうと思います。はい、でもう一度今度は膝のまず運転席のシートを完全に後ろに寄せます。745mm がどうなのかということを、745mm って実際どこなのっていうことなんですが、ちょうどここのレールのところ、このこれざっくりなんですけど、今これレールのこのハードプラの手前のところで740なので、レール自体で多分745になると思うんですけれど、でちょうどこちらのシートの下側のハードプラのところ幅、これが745になります。大体でステッパーゴンも測ったんですけど610mm だったと、まあ、いうことで、実際人間はここに座るわけではなくて、ここのところで広さを感じるので、ここを測る必要がある。ちなみに今はシートを畳んでいるので完全に後ろに持っていきますので、完全に後ろに今こう持っていった状態、この状態で何ミリあるかを測っていきたいと思います。で、このロングスライド745mm ロングスライドすると言われているトヨタのこの膝元、膝のクリアランスが570になります。はい、でこの状態で座ってみると、このように私のつま先が少し当たるぐらいなります。でつま先をこのような形で立てると、まあ当たらないと、まあ、言った広さ、これがロングスライド745mm ということになります。ここで言えるのは、ステップワゴンは865mm ありました。今回このステップワゴン膝周り測ってみると595mm ということなので、さっき測った570mm なので25mm、約3センチ差しか実際にはないと、まあ、いうことになります。はい、で次にステッパーゴンと同じ610にしたとき、まあ、要するに膝周りでいうと340mm にしたときに、3列目の膝周りがどのぐらいかっていうのを今度見ていこうと思います。ちょうど今これがステッパーゴンの中央寄せしてない状態で一番後ろの状態でのクリアランスになるんですけれども、だいたいこれが340ということになります。でこれで後ろがどれだけクリアランスがあるかっていうのを見てみたいと思います。はい、ということで今ちょうど3列目のシートをこのように開いたんですが、やっぱり結論としては変わらなくて、3列目に関してはやはりステッパーゴンの方が全然広いです。でサイズを測ると足元の膝周りのサイズ自体は、12センチ、まあ、約13センチぐらいになります。非常に狭い
座れないことはないんですけど、かなり狭いです。で、まあでも、大人でも座れるんですけれど、全くクリアランスがない状態になります。で、ステップワゴンの場合は、テロップ貼っとくんですけれども、実際のクリアランスはテロップ貼っとくんですけれども、人間の大人の拳が2個半ぐらい入るんで、もう全然広さとしては、ステップワゴンのやはり3列目の方が広いと、まあいう結論になります。はい。最後に、COスライドよりも進化している理由についてお伝えしたいと思います。私も今回、この新型ノアボクシーに関しては、中央スライドができない、左右にもスライドができないということに初めて聞いたときは、ちょっと残念だなって思ったんですけど、実は非常に進化しているということになります。じゃあ何が進化しているということになるわけなんですけれども、まず、今これがステップワゴンの中央寄りに寄せてない状態でのクリアランスというふうにお話ししました。で、さらにこれを何も中央寄せしなくてもさらに後ろまで寄せることができます。で、このままの状態ですと3列目に当たってしまうんで、3列目を形でさらにそのまま後ろに寄せることができると。それによって先ほど言いましたけど、ステップワゴンの膝周りの595mm に対して 25mm 狭いんですけれども、まあ、わずか3センチの広さを確保しているということがまず大きなポイントになります。で、それだけだと当然納得しないと思うので、もう一つあるのが、ここです。このセンターテーブルが使えるということになります。で、使わないのであれば、これ自体は、このように格納することもできるんで、ウォークスルーとして使うこともできると。で、コメントいただいたカタログに185って書いてあるんですけども、そこはどこの寸法かということなんですが、ここの、実際測ると、このセンターテーブルの厚みを考慮すると170。シート間の幅で見ると、だいたい250ぐらい。だいたいあります。240、250ぐらいで、フレームの幅だけで見ると230ありますんで、まあ、非常に広いということです。なので、このようにスライド、ロングスライド、ショートスライドでもロングスライドでも、このセンターテーブルが使えなくなるということがないというところに大きなメリットがあり、進化になっているところ、このように見ていただくと分かるんですけども、前でも後ろでもこのような形でセンターテーブルが使えるということです。で、従来の車に関しては横に寄せちゃうと当然ここがベンチシートっぽくなってしまうんで、何も置けるところがなくなる。で、後ろに寄せすぎちゃうとだいたいここにカップホルダーがついているんですけれども、カップホルダーの距離が遠くなってしまう。せっかく後ろにスライドさせてリラックスして乗ってるんだけれども、物を取るときは結構大変だったりします。このように、まあこのようにロングスライドをしてるわけなんですけど、ここに物がある。物を置いたり、本を置いたり、飲み物を置いたり、で、このように充電できたりするのと、従来だとこれがない。従来の中央寄せだとこれがない状態になると、物置くところがないんですよ。
ここしかない。もしくは、まあ、ここのテーブルでもいいと思うんですけど、まあ、ノアボクシーの場合も、ここはオプションでテーブルが付けられるんですけど、まあ、このように、今度リクライニングしたとき、リクライニングして座ってるときに、まあ、どこの方が利便性が、どっちの方が利便性が高いかということです。ここで取るか、この中央のセンターテーブルで取るか。だからここだったら普通に手が届く。こっちだと一旦よっこらせってやらないと手が届かない。まあ、ここもそうです。この違いをどのように考えるかと、まあ、いうことになるわけです。でもノアボクシーに関してはここにロングスライドでもここに物が置けるようになっているんで、非常に進化したノアボクシー自体も、もともとは中央寄せのシートになってたわけなんですけれども、あえて今回はそれを廃止してセンターテーブルが使えて、なおかつ570ミリという膝周りの壮大なクリアランスを確保しているんで、2世代進んだ居住空間があると、まあ、いうことで非常に進化したなと、まあ、いう話を、まあ、今回したいということで、まあ、改めてさせていただいたと、まあ、いうことになります。はい、ってことで、まあ、結論としては2列目は25ミリステップワゴンよりは狭くなってるんだけれども、でもこのロングスライドしてもセンターテーブルが使えて利便性が高いということです。でもう一つは610ミリ、中央予想しない状態での610ミリに合わせたときに3列目の居住空間はどうかというと、やはりステップワゴンの方が広かったということになります。はい、ってことで今回は新型のノアボクシー、今回はボクシーですけれども、こちらのお車をお借りして車内の居住空間の比較についてのご紹介をいたしました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。またチャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画の励みになりますので、ぜひともよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。